潮部屋デビュー25周年を迎えました。僕はメンバーとしては10年、そしてサポートになってから早7年目ですか、17年くらいお付き合いさせていただいて、この記念すべきアルバムにまた参加できたことを大変嬉しく思っております。25周年ですので25分の楽曲があったり、またいろんな新しいカシオペア、そして今までのカシオペアらしいカシオペア、とってもバラエティに富んだ内容になっていると思います。お楽しみに。耳が痛いんですよ、しょっぱい、ね、しょっぱいからちょっとヘッドホントラブルが入れないもんね、困ったね。意気込みというかですね、やはりまあ、こう見ていただいたようにですね、ネットのないところで生活できない私としてはですね、しばしの憩いの場がこのレコーディングスタジオと言えなくもありませんが、その出鼻をヘッドホントラブルってもうくじかれたような状況なので、まあ、それとですね、ちょっとこのペンティアム4のプロセッサー、まあ、古いペンティアム、これペンティアム4じゃない、ペンティアム3の頃だ、これ、このプロセッサーはですね、もう本当にヒートアップしやすいんで、すぐこうファンが回ってうるさいんですよ。だからこの辺はパソコンメーカーはよく考えていただかないと、こうね、仕事しながら仕事してる私としてはもう非常に困るということでですね、音楽に没頭中の向谷でした。さよなら。これ今入ってんの？入ってます。赤くつかないね。 1カメ2カメで分かんないじゃない1カメ3カメ、いや、落ちろ、落ちろ初日でもう疲れた。ということで、あ、それだけですか？それだけ。意気込みなんかない。意気込みは彼に聞いて。いやー、いいなー。まずこのちょっとロケーションを、都会の夕暮れ、朝の自宅、オレンジ、オレンジ、いや、ようこそ。座ってよ。まあ、いったよ。まあ、こうやって家でくつろうのが一番だけどね。俺は、今有名な佃の130階のマンションの121階なんだ。夜景を見てくれ。ちょっと高さが、まあ、いったよ。こんなマンション住んでると、俺矢沢、近所タバコ買いに行くにもキャデラックで行かなきゃいけないからよ。まいったなって感じ。意気込みない。
ちょっとめっちゃ強かった。ちょっと96円ドキドキしてた。びっくりしてた俺。やっぱ96しかないのかな、本当に。あ、ですね。いいよね。来週才能だもん。スタジオのスタジオのせいだよね。スタジオのせいだよね。これさ、こうやって弾くじゃん。ヘッドオッケーなんだけど、あんまり全部弾いてたらめちゃ上手い。いじってない。これ撮ってるわ、ほんとに。いっぱいマイクが立ってますけど。これはライブと一緒です。これ以上。いやいやいや、だからヘッドホンは全然問題ないんだって。で、さっき今スピーカーから出してたら遅れてたの。リュウジがパン食ってるみたいな。すごい。あ、中どんどん遅れてる。あ、遅れます。で、弾いた感じってどうですか。そうそう。で、これも遅れてないんだよ。ヘッドホンは。いや、それがおかしい。それはないです。スピーカーが離れてる分じゃない。いや、今までこのぐらいであんなに遅れたのないから。そうだね。エースタもこれが離れてるもんな。うん。ちょっとさっきの環境作れる。エースタだって人間使ってないもんね。そうだ。なんで弾いてるの？なんでなんだよ。スタジオのせいですね。絶対遅いよね。ちょっとフレームに切り替えてみて。じゃあちょっともう一回弾いてみて。やっぱ遅い。遅い。で、こっちで聞くと遅くないんだよ。でも年取って耳が遠くなったから。遠くなると遅いんじゃないかな。距離しかないですね。距離の遅れかな。いやー、こんなに遅れて聞こえるんだ。1秒間に320m の僕は何秒以下遅れてもいいよね。これはどうですか。2セットぐらいはそれで遅れるっていう。大した問題じゃない。ツッコミ気味だからちょうどいいかもしれない。悪かったって。野呂さんがマイクアレンジを手伝っています。この微妙なマイクアレンジによってピアノの音質が変わります。それではお入りください。これから演奏する曲はシングルノートで。
シオペアの皆さんにお集まりいただきまして、新しいアルバムのマーブル、そしてデビュー25周年ということで、これまでを振り返っていろいろお話を伺っていきたいと思います。それではカシオペアの皆さんです。名前をちょっとご紹介していきますと、リーダーの、ギターの野呂一生さん、名刺会でもおなじみの深谷実さん、名刺会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 、それからスペシャルサポートドラムの神保明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これを見ていただけると分かると思うんですけども、梅よ増やせよの25年っていう感じですね。よくここまで作ったなって自分たちでも思っちゃうくらいありますよね。すごいですかね、ちょっとね、壮観ですよね、はい、もうなんかこう次の作品次の作品っていうふうに考えてるうちに25年経っちゃったっていう感じが強いですかね。向井さんはいかがですか。そうですね、やっぱりこれだけのことをやったっていう実感はもちろんあるんですけど、やはり残念なことにですね、全部持ってないんですよこのアルバム僕ですどっか行っちゃって、でそれがすごく残念で、っていうのはですね、まあ、ちょっと理由があって、最初のうちはこのぐらいの時代まではこれ混ざっちゃってますけど、大きなねレコードだったんで、途中で CD に変えたりするのは何でしょうか、作り直しじゃないですか。なんかしまい場所の都合とかいろいろあります。そうなんですよね、管理が悪い、まあ、自分で弁解してるんですけど、だからね、その自分でやっぱりいろいろやってきたなって感じるのは、その探し物をしなきゃならないのが大変だって言うんで、いややっぱ長い間やってたんだなっていう実感はあるんですけど、月並みな言い方をするとあっという間の25年だったかなという。あっという間、こちらの野呂さんとずっと一緒ですからね、25年が、最初にうちに電話かかってきた時のこと今でも覚えてますよ。ですか、あの日はもう28年ぐらい前だっていうのはちょっとそんな古いとは思わないです ね、もうもはや腐れ縁っていうぐらいの感じだよね、本当にね、まだこの耳の中残ってますよね。電話で野呂さんは何ておっしゃったんですか。チックコリアみたいなバンドやるけどやらないって言われてその永久に忘れないですね。で最初に弾いた曲がミッドナイトランデブだったんですけど、チックコリアってこういう曲かなってそういうのが、一生忘れないです。28年ぐらい前ですね、で出たコンテストが埼玉大会とかわっけど分かんないそういうなんか非常に面白い出会いでしたね、そうですね。なんでチックコリアだったのか、いや名前ちょっと出してみようかなとそういうもんだったんだ知ってる名前出してみようかなっていそうハービーハンコックでもよかったな、ね、いや曲がだいぶ違うと思うけどなミッドナイトランデブって結構こうドロッとした和製ジャズファンクみたいな感じじゃないですか、それクルセイダーズでもよかったんだけどね、でもそうですね、すごい僕もねその時に決まってったんですよ、どんな難しいフレーズが出てくるのかなと思って、そしたら結構こうねファンキーな曲で面白かったなっていうの、でも25年前は俺も20代の終わりだったんだなと思うと、まあカショペはねコンテストで見てるからね、その後のなんだかんだ付き合いがあるからやっぱ長いっちゃ長いよね。審査員の先生ですからね、最初見たのは確かエピキュラスなんだよな、であの時はね審査員が2人ぐらいいて、で一バンドずつ好評をマイク使ってやってたら のんびりしてたよね、であすごいすごいすごい良かったっていうか、インストゥルメンタルグループ少なかったし、でインストゥルメンタルグループっていうとちょっと、まあ、下手だったりつまんなかったり曲がねとかするんだけど、そういう意味においては4人まとまっててすごい良かったのね。それで客席もすごい矢をなんていうか桜をいっぱい呼んでて盛り上がってたしそうなの、ね、それで、ね、とにかくアンコールって言ってね、もう一回もう一曲聴きたいなっつってやらしたんだよね。でも同じ曲だったんだっけ。そうお願いをした時のファーストインプレッションっていうかどんな感じだったんですか。カシオペアどうですかって僕らが成瀬さんに頼んだ時、パーティーの前の時、契約金が5000万だっつうからさ、入ったんだ今のカット、今のすいませんカットです先に話し進めてください。余計なこと聞いちゃった契
違う。最初誘われた時っていうのはノロがやっぱりやるんだったら10年は続けるようなバンドで、バンドっていうかでやりたいっていうから、うん、やっぱその言葉ってすごいいいなと思って、うん、あやるやるっつって、うん、あっという間に10年過ぎちゃったんだけど、10年とこじゃない、そうそう、俺リストラだって話があるんだけど、どうなったんだよ、困りますね、これで減るとただでさえ大変なのに、なんかキーボードにベースを弾かせようなんていうねことをやらせる人いるんですよ。もう俺もういなくなっちゃう、手が使えなかった、足で今度パーカッションで入ることなんだ、あ、マジっすかやべえ今回のレコーディングでもね、やっぱね、すごい充実するものがあるや、あるよ。これはやっぱね、やっぱリーダーが持っていく方すごいよね、モチベーションの高め方ですね、そうね、うんうん、でもこの人はモチベーションのうまく逃げ方っていうのをね、すぐ俺あのね、すぐパッと見るとどっかいなくなって寝てたりとか、その本当に良くない人間なんですけど、あのね、集中力の続かないタイプなんですよ。本当。ぐわーって言って、うわーってやった瞬間に全てのエネルギーを使うと、あとはもう間抜けの殻なんですね。寝てるか、だってね、人の足ね、ないね、なるちゃんなんとかだよねって聞いてて、俺が返事してる間にもう次のこと言ってるから、ちょっと待って、ちょっと待って、なるさん、ね、最近ね、少し俺それもね、ちょっと待って、それ確かにね、数年前まではそれは顕著に現れてたんですけど、最近はね、その言葉が結果的にどうなるかを確認しながら先に進むようになりましたよ。本当です。それはもう、もしビデオを撮っていただければ分かりますよ。分かりました。もういや、もうだいぶ変わったなってで自己弁護話題を変えましょうすいません、ね、長くてここで終わっちゃったですよそうですね、僕は、計17年、メンバーとして10年、それから最近サポートとして、7年ですね。最近じゃないよね、もう7年だもんねあと3年やれば10年だあ、当たり前だ。やっぱこうあのこれだけのアルバム、まあ、あの初期のアルバムでこの写真を使われてる写真が使われてるアルバムとか見るとやっぱりこう、あ、25年だなっていう気がしますね。いや、変わってないよね。いやいや、僕はこのフォトグラフスっていう写真、これすごい悔いが残ってるんですけど、これあの直前にパーマかけたんですよ、撮影の直前に。それちょっとかかりすぎちゃって、神保さん昔アフロだったんですねって言われたんですよ。結構ね、こういうのを見るとは、笑いますよね。いやー、恥ずかしいね。チリチリしてたよね、そうだ。いやー、こう写真を見ると、四半世紀経ったんだなっていうのを感じますね。本当だね。ジムさんのホームページになんかいろいろ書いてあるんですけど、書いてあるのを拝見したら、写真写りだけが心残りでしたっていうのがいっぱいいろんなところに出てくるんですよね。そうですね、結構ね、自分でこの写真はよく撮れたなっていうのは意外と少ないですね。あの、なんていうかな、自分はこの程度なんだけども、自分はそれよりもいいとこう思ってるのかもしれないですね。すいません、カットしてください。まあ思い出に残るといえばね、まあツアーで言うと、あのブラジルのツアーはやっぱり思い出に残ってますね。あのずっとその縦長の国をその南から北の方まで行くんですけども、その気候の違いによって、あの住んでる人種の人たち、あ、人種の人たちってお腹が腹痛になっちゃったの住んでる人たちが違うんですよねそれでまあそのなんだろう、同じ国のツアーなんだけども、あの、まあ、世界ツアーをやってるようなあの感じがあったんですよね。それでもう上の方は、まあ、赤道に近いんで、あの黒人系の人たちがたくさんいて、でだんだんその、黄色人種になって白人になってっていうような感じでね、あのもう行く先々でもう本当に別の国の人たちが見てるような感じだったんですね。だからそのなんかまとめてこう世界を 見ちゃったみたいなところがあって、であとそのあのまあ、地球の反対側なんで、その向こうの人たちのこう考え方の違いとかね、そういうのがやっぱり、ああやっぱり地球1個分離れてるだけあって随分考え方とか違うなとか思ったりとかね、いろいろそうやってこう考える時間がこうたくさんあったツアーでしたね。ブラジルにどれぐらいいらしたんですか？ブラジルは2回ツアーやったんだよね。8年ぐらいありましたね。11公演8都市、うん、そのぐらいやりました、ね、北から南まで、何日ぐらい、2週間ぐらいですかね、
それでまあその間にもね、いろいろその楽器が税関で止まっちゃって出てこなくて、そのまんまあの手持ちの楽器だけでコンサートやったりとかね、そういうのもありましたからね。だからまあそういう意味でいろいろまあすごく思い出深いツアーでしたね。私の場合はやっぱり最近のやっぱりこのメンバーでやっぱり一番強力な思い出になったのはやっぱ韓国公演ですね。韓国の公演っていうのはあの最初の方は今から約10年ぐらい前の公演はいろんな障害があったんですよ。今ほど日本文化何でしょうか、許諾されてない時代でしたから、いろんな制約があって、でその2回目はその制約がやや緩和されて、で3回目はほぼ緩和されてるということで、あの何て言うんでしょうね、そのいろんな問題あって、その細部にわたってはコメントはしませんけど、やはりこのコンサート上のステージの演出も含めたものがやっぱり最初は物足りないというか十分できないと、ライトはつきっぱなしで演奏するとか、暗くなっちゃいけないんですか。いや、照明機材を使用できなかったんですね。ちょっといろんな理由があって、いや、まあ、それはちょっと細部にはコメントしづらいところがあるんですけど、でそれが徐々に変わっていって、それで今ではもう我々は全クルーを使った、まあ、一応カシオペアの日本で行うのと同様のステージをできると。でそのコンサートがこうなった慣れたっていう、やはり自分自身のそういう喜びもありますし、それからやっぱお客さんの盛り上がりがね、1回目からずっと継続的にすごく続いてるんですよ。やっぱりそれはやっぱ同じアジアのエリアの中で音楽を聴いたり演奏したりする者同士の、まあその国境やいろんな考え方の違いを乗り越えた、歴史的なものを乗り越えた連帯感かなっていうのをね、ステージ上でものすごく感じるんで、あれはもう鳥肌立ちましたね。あのつい最近もあったわけなんで、その韓国の公演っていうのは最近ではあのやはり一番自分としてはあのある意味でこうジンときたかなっていう。下の方行くと今度逆に日本と違って南の方が寒いんで、あのみぞれになっちゃったりとか、北はもうほんとカンカン照りだったりとかっていうのはすごい、あのなんて言ったでしょうね、あのさっきノロさんが言ったみたいな、その機材が出なかった特に1年目は確か神保さんのドラムは現地でなんかトラック乗りながら借りに行ったりしてたんだよね、ミュージシャン。ドラムが会場着くとドラムがないんですよ。でまずドラム探しそうですよね。軽トラックの荷台に乗っかってドラムを探しに行くっていうのが始まる。行ったことない街で言葉全然通じなくて、最初の3公演ぐらいかな、うん。まあ、韓国もそうだけどね、海外ではあのノースシージャズフェス急遽決まったやつだね、レコーディング中。またそれがさ、台湾っていうか5つぐらい出る一番でかいとこだったんだけど、ベースモンスターの日だったわけよ。俺の前がさスチュアートハムで、俺の後がマーカス・ミラー、トリガー・ラリー・グラハム、ヤマト魂で頑張りました。もう何歳一番目立ってましたよ、あれは。一番目立ってました。それとね、あとやっぱカシオペア入って初めてのね、厚生年金 2days かな、あれはねすごい印象残って、もう2階席までいっぱいで、すごいなんかねこう俺らに新入りっていうか人なんかそれを期待するものがあったんだよね、こう出てた時感じたものがあったわけ。あすごいあれは印象残ってるね、うん、よかったよね、すごいね。青い炎とかやってたことですか、最初の時ですかね、はい。うん、そうですね、あのカシオペアにまたサポートとして戻ってきて、初めてのライブっていうのが新宿のパワーステーションというライブだったの。ああそうだったか、覚えてるもんだね。あーで 2days やったんですけども、あの、まあ、カシオペアを一度やめて、もう多分二度と演奏する、一緒に演奏することはないだろうと思ってたのが、またこう不思議な巡り合わせで、そう思ってたの。いやまあそのセッションとかではね、またカシオペアの中で演奏するってことはありえないだろうと思ってたのに、またこう不思議な巡り合わせで一緒に演奏してるっていうのはなんかすごく、僕の中では印象深いコンサートでしたね。それから忘れられない失敗っていうのはいっぱいあるんですけど、そのエンディングで崩壊するっていうのが僕の一つのトラウマになってまして。そうなんだ、気をつけよう。あのモントルジャズフェスティバルに出た時に、あのマイルス・デイビスの前に演奏するっていう、両方あったんだよ、前と後ろ、ね、あそうか、それでもうすごく緊張して、
でまあエンディングで本当にもうどうしようもなく崩壊してしまって、でまたそれをこう映像に撮られてたんですね。でテレビでね、でテレビでよく定期的に流すんですよ。崩壊されたエンディング。そしたら、ジルダさん派手にやってましたねって言われちゃうんですよね。もう20年以上前のことなのに。ワーワークなんかでやったんだよ。ワーワークで結構何年かに一遍流れるんですよ。ああ、そうかそうか。曲は何？ミスティーレディ。ミスティーレディ。あれね、なんかね、エンディングがね、いろんなパターンがあるんですよ。で、これ今日はどっちだったっけなと思ったらもう崩壊してたっていう。A パターンのつもりが B パターンじゃない。あれ確かね、僕思い出しました、あれ、ね、スイステレビが撮ってたんだよね最初。そうか。それでスイステレビがカシオペアの2つのコンサートのうちの最初撮ったのよ。それであの時は神保さんもそうだし僕らもそうだったんですけど、そのマイルス・デイビスと挟まってサンドイッチでやってるから、まあ、口も気合が入りすぎちゃって、でね、あれもう一個あるんですよね、テンポがすっごく速いんだよね。で俺ルッキングアップかなんかが入ったんだけど、ピアノのメロディーがね、ルッキングアップが弾けないぐらい速かった。ダダダダダダ、こんなだったような気がするんですけど、そうじゃなかったんだけど。確かにテンポは速い。朝焼けも速かったんだけど、緊張するとテンポが速くなる。ものすごく速くて、あれ割と典型的な、あのルッキングアップって結構ゆったり弾く曲かなと思ったんですけど、もう目いっぱい、フルで弾いた覚えがありました。それがオンエアされてるんですよね、定期的に。いいよね、いい思い出だよね。今日はなんか指が、ま、回んないなとか思うと早すぎて回らないっていう。そうだよ、なんだっけ、火災かなんかに置いてあったとこだっけ、違うか、下の下に下のが置いてあったけどね、トイレじゃないですか。今日もトイレにあったけどね。ほんで、その…怖いよね。あんまりそば履かないと思うんだろう。フェイスですので、非常にこう狭苦しいところで気をつけないと。マミヤだ。マミヤ。まだあるんだ、マミヤ。インド料理のカレーということになりますと、うん、選択肢は何点かあります、はい、カレー、ベジタブルカレー、お、いいね、チキンカレー、マトンカレー、いいこの中から、2種類やばいんじゃないの、違う、ほうれん草とカッテージチーズのカレーとかインド豆のカレー、トマトベースのカッテージチーズ、いい、うまそうだね、これでほうれん草はうまいんだよ、うん、カレーしよう。チキンはトマトとクリームで仕上げた人気のカレー、これどこですか、俺ら読むからいいよ、すみません。何種類か、ね、はい、間違いない、何種類、みんな来て、内緒の手で、はい、種類を選んで、みんなで食べる、なんとかシェアして、もう喧嘩です、喧嘩やシェアって喧嘩してもいいんだ、戦いやろうけどね。よし、決まった。じゃ食料長責任持ってさ、やってみよう。こっからここまで来んだよ。いいね。なんかでもこのさ、シェフのおすすめ料理って言うんでさ、なんとかデラックスっていう、あ、これダメなのか、どうしようかな。カレー屋さん、7、8種類ぐらいカレー頼んじゃう。7、8種類のカレーを頼んで10人で食べる。結果だけじゃない。結果合格全部。何がいい人は何を、何もいいね。で、あとライスもあるんで、ライスも、
例えば10だったら5個ぐらい。パーティーやパーティー。そんな感じ。カレーパーティー。オッケー。カレーパーティーや。なんでその元気だね。まあタンドリーとか。こうなんだろうな、ステージの袖に行くまでにね、やっぱこうちょっと気持ち悪くなったりとかするんですよね。緊張ですよね。うん、とかね、なったりしますよ。どの辺でほぐれてくるんですか。やっぱ出ちゃったらもう出たとこ勝負みたいな、感じですね。もう取り返しはつかないぞみたいな。途中で緊張してくるとかいうことはないんですか。あ、大きな間違いした時はやっぱりもう間違えないぞっていう感じでね、やっぱりそれなりの緊張感ありますよね、これでもう一回やったら今日はダメだなっていう感じになっちゃうから、はい。向井さんは緊張は。緊張しますよ、僕も。僕トイレが一番怖くて、本番中にトイレ行きたくなったらどうしようっていうのがトラウマになっちゃってて、別にそれでトラブったことはないんですけど、なんかそれがいつもこう心配なんですか。心理的な恐怖があって、あとですね、もうこの際だからね話したんですけど、コンサートの曲の中で、ね、危ない曲とそうじゃない曲があるんですよ。で、一番危ない曲は実はナルスさんの曲が一番僕は危なくて、ナルスさんの曲は左手がこの辺で弾かなきゃならない曲とかあるんですね。そのベースのパターンもあるんですけど、ベースも被らないような。そうなんですよ。でそれまでこう流れてくる中でナルスさんの曲大体中盤ぐらいあるんでね、ナルスさんの曲って。そうですか。それでナルスさんの曲が一番緊張するんですよ。で一回意外とっていうかね、こうキーボードがねいいところで目立つところがあって、そこ間違えると絶対分かっちゃうっていうか、もう慎重にやろう慎重にやろうって考えれば考えると間違えちゃうんですよこれ。で他の曲はもう勢いでバーって弾いてるんでいいんですけど、ナルスさんの曲はね、終わっ、ナルスさんの曲嫌いなの。いやそうじゃなくて難しいって言ってんのだから。ナルスさんの曲がやっぱりこううまく弾ければもうあとはもう全然 OK って感じで、ね、いうとか、その2つですね、トイレと、はい、トイレはもう本当に何十年やってもダメですね。始まる前に豚缶が探し行くのもトイレ、うん、個室にいるんですよ、ね、みのるちゃんいない、みのるちゃん、はい、あれ2分前ですとか言って、あ今行きますとか言って、はい、いわゆるさ、その緊張するっていう意味は上がりますかっていう意味に、そう、あそういうこと、それとは違うんだよ。違うんですか。だから俺ら上がらないよ、緊張はするよ。緊張しないと集中力はいつだってもう維持できないからさ、緊張してやってるから、だから緊張はします。それはでも上がるのとは違うよって。だから普通、まあ、インタビュアーさんとか素人さんがさ、緊張しますかとか、それはもう質問のあれが違うだろうっていう意味があるんですよね。そういうことなんですね。そういうふうに答える方、そう、なるほど、うん、使うな、これは。 お腹が痛いのは別にマルシーなるさ、ね、マルシー、はい、うん、だからやっぱ緊張は必要だよね。やっぱみんな楽器が好きだっていうことが一番の理由じゃないかと思うんだよね。その楽器をやるには最高の場所だろうし、最高の曲があるとこだと。そう思うとやっぱりね、俺はやめる、 やり続ける、やり続けとか楽しいじゃない、そっからだと思うんだよね。それだと思うんだよね。だからここで歌いたいとか言うとまた困りますよね。歌うんですか。これコーラスグループだ。僕はもう若い頃はその上がって、エンディング崩壊したりしましたけど、最近はあんまり上がんなくなったつもりだったんですけどね、この間オンエアでまた崩壊しちゃいましたね。また止まらない。でも間違えるのは上がるのとはまた無関係かもしれませんね。そういう意味では最近はもう上がらなくはなりました。これも25年のキャリアだね、やっぱね。そう、やっぱキャリアってありますよね。だから1回しかコンサートをやったことない、その1回を失敗する重さと100回やってるうちの1回を失敗する重さってやっぱ違いますよね。そういうところで少しずつその上がったりとか、そういうものは少なくなってくるんじゃないでしょうかね。なるほどね。大理石ですね、ええ、チョコレートじゃないです、まあ、マーブルチョコレートか。お考えちゃった俺。
あらそう。何かあのコンセプトといいますか、そのタイトルに込めた思いですか、今回はこういうのをやるぞみたいな、ね、最初に、はい、やっぱりその25周年のまあ記念になるような作品っていうことでね、あのまあこう大理石のこうそういう模様ってこうすごく歴史のこう重厚なものが感じられると思うんですよね。やっぱりこの年月が経たないとそうああいう模様が出てこないっていうようなねところで、こう今のあのその25周年にちょっとふさわしいかなと思ったんですけどもね。なんかその、石なんですけども、その中にこう宇宙観が見れるようなそんな感じがね、いいんじゃないかと思いまして。なるほど。それではあのハイライトとなるのが8曲からなる25分の曲があるんですよね。えユニバース、はい、8つに区切られた8曲章、8楽章、楽章、あ、そう、そういうことを思った。俺ね、言ってあげようかなと思いながら、まず余計なこと言えないなと思って、一応大学生そういう時はあの余計なことじゃないそうなの、そういう言いたいなと思ってた。まあ、そのだからね、硬い言い方で言えば、8楽章ある、組曲という感じなんですけども、それがまあ、あの今回、まあ、25周年記念でどうしようかっていうところで、あ、その手があったかみたいなね感じで、あの前ちょっと近いもので、あの 10分ぐらいでしたかね、あの、うん、トランスエボリューション、あれ6分ですよ、まだ6分、あ、そうか、6分何秒ですか、あ、そうか、全然違うんだな、あ、25分はすごいですよ。そういうのはやったことはあったんですけども、まあ、それの拡大した形っていうかね、でまああの25って2と5に徹底的にこだわって、まあ、20長さは25分 でテンポは125で、すごいでしょそれすごいですね。で、あのスケールが2と5のないスケール、それはややこしかったですよ。昔あった2-5禁止令っていうのとは関係あるんですか。あれは違いますね。いや、それと違うんですけど、自分で2と5を禁止したっていう感じで、うん、使わない、うん、あのメロディーにはあの絶対使わないっていうふうに決めて、だそしてね、なんかこうトータルなものがこう続いてないと一曲に聞こえなくなっちゃうんじゃないかなっていう恐れがあったんで、まあ、あのすごくこうメロディー作るにはあの難しいスケールだったんですけども、まあ、それでそのトータル感を出すっていうような形でやりましたね。最初あのテンポ決めて、で小節数を計算で割り出したんですよ25分、うん、でそしたら781って出てねこれから781かっていうところでね、かなり最初あの冷や汗が出ましたね。さすがにね、あの 何段とかいうのはあのもう見てらんなくなっちゃうと思うんで、あの2段の中に全部情報量をまとめて、で、7枚そうですね、だからもうその都度こう、まあ、あの楽章が1個終わるごとにあと何小節っていうふうにこう計算してってね、それで、まあ、なんとか780小節ぐらいまでいって、であとその、計算違いとかないかどうかとかね、そういうのをチェックしたり、それからあの普通ダルセーニョとかコーダとか、あのこうポンって飛ぶマークがあるんですけども、それをつけちゃうともう譜面を追ってらんなくなっちゃう感じだったんで、あのつけるのはリピートマークだけにしたんですよね。だから普段だったら書かなくていいところをもう一回書いたりとか、そういうのもありましたけどね。場面が本当変わるんですよ。でここは抑えなきゃいけないし、ここはちょっといかないし、ソロも急にポコッと入ってきたりするし、え、ここでアドリブしなきゃいけないんだとか、ここで決めて、あ、リズムこんな細かく切らなきゃいけないのとか、しかも変なことでね、それでなんかあーいやーってあのディミニッシュスケールはあるわ、あとあの一番黒い鍵盤と白い鍵盤がこう微妙に入り混じるあの合いの手はあるわとか、うん、まあだからすごいいい、あの面白かったです、やりがいがありました。例えばその25分の曲があって、他のバンドだったらさ、ここを取ってここを取って張り合わせてつけてるって、歌唱ピアスのこと絶対しないわけ、そんなチンケなことは、うん、チンケですかね、もうカウント始まったら最後までやり通すっていう、だから今回のレコーディングもテイク2なの、テイク2で
2目で OK 出した。1も悪くなかったね、うん、1が少し暴れてた。1回その前リハーサルやってね、リハーサルも2回ぐらい。でも2回やる、例えば1回やるとさ25分でしょ、それをプレイバックしても、でもだから往復あの1時間かかっちゃうから、もうそれだけでも大変だよね、うん、だからもしかしたら弾いてないとかあんのかもしれない、今も聞いてないから。やばい、今最近聞いてないんじゃないですね。まあでもその曲を書くエネルギーすごいよね。だいぶ前だからやっぱ酒飲むとふんがふんがなっちゃうんだよね。その分、いやそれはしょうがないと思うな。だってだからもう最初リハーサルやってすごいと思ってさ、もうこれはもうノロ死ぬなと思って、うん、で今のうち見といた方がいいよ。大丈夫。25分すごい長い曲なんですけど、聴き始めるとスッと聴いちゃうんですよ。すごくこう長さを感じさせない曲で、素晴らしい曲だと思います。僕はメンバーじゃないですけど、ちょっと客観的な立場で言って素晴らしいなと、思いますね。メンバーから見ても素晴らしい。ドラマー的に言うとですね、ドラマーっていうのは譜面をめくることができないんですね。スティックを持ってるので、ですのでその譜面をいかにこう見やすく並べるかっていうのに結構苦心したというか、張り紙のみたらさをね、3階建てに譜面をこうして上からこう順番にこう降りてくる。あれ不思議なんだけどさ、こう見て叩いてさ、こういって戻った時にそこに戻れるの、目が戻れないですね。探しながら。いやでもやっぱそうだね、目が悪くなってきちゃったから、もう本当に細かいところがね見にくいのがちょっとスコア大変ですけどね。いややっぱりね、自分の譜面だけどね、なんて見にくい譜面なのこれっていうのありますね。いざプレイヤー側に行ってみると、でやっぱりこう一回指見ちゃうと、もう戻ったと先が別の曲のとこだったりとか、そういうのありましたね。はい、食べちゃったいかんねえそれは。はい、まあこれからもですね、まあその皆さんの期待をこうある意味こういい方向に裏切って面白いことをやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。新作マーブルですけど、まあ、いつも新しいことをやろうと思って CD を作ってきてるんですが、今回は本当特に今までの流れの中では、面白いアルバムになってると思うんで、ぜひご購入いただいてですね、聴いていただければと思います。それからまあコンサートの方もこれからもどんどん続けていきますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、イカドオーブンです。これ最後に喋る方が不利ですよね。ですよね。そうですね。カシオペアっていうのは本当に類まれなバンドだと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。そんなことで締めてよろしいでしょうかね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。さあ、もういけるみたいですよ。向井さん、デックをじゃあ、デック入れて、はいはい、どうぞやってみますか。はい、それではお願いします。よっしゃー、パパパーだ。はい、邪魔していきます。
ろしいでしょうか。はい。じゃあ、ユニバースの完成を祝して。まあ、どうもありがとうございました。間違えました。マーブル、今その話してます。マーブルの、完成を祝して、乾杯をしたいと思います。乾杯。乾杯。PQ を打つと2時間かかりますよ。それだけ取れて。